チュースフィオールはノルウェーのヌールラン県にある基礎自治体。行政の中心地はチョップスビク村でオホーテン地域にあたる。ルレサーミ語ではデータアスベオドナという1869年にロディンゲンから分立した。ルレサーミ語も公用語で役所などではルレサーミ語の使用が認められているが未だ浸透していない。ドラーグ村には アランドレ・サーミゴセンターがある。ステティン・三同盟のフィオルドにちなむ。フィオルドの名は、サーミナのデータースベオード名をノルウェー語に訳したものである。はじめの部分の意味はわかっていないが、最後のベデナは、フィオルドを意味する。1987年7月31日に制定された、現在の紋章には、銀色に黒で、ロブスターが描かれている。死は、 ロブスターの生息北限である。ライクネスにある狩りの様子を描いた壁画は、世界最古のシャチの描写として知られる。1920年に、付近で産出される石灰を加工する、セメント工場が創業を開始した。現在でも、ノルセムというセメント会社が130人を雇用し、地域経済になくてはならない存在となっている。他には、公共サービス、観光業、 農業などがある。市は、同盟のフィヨルドを取り囲むように位置する。フィヨルドは、最大水深が897メートル。北は、バランゲン、南は、ハマロイ、東はスウェーデン、北西は、ベストフィヨルドと、それぞれ接する。面積のほとんどを灰色がかった、花崗岩の山々、松、カバ、山ならしなどの森林、フィヨルドの分流などの大自然が占める。 取りわけ標高1392メートルのステティン3はフィヨルドから突出してそびえるそのオベリスクのような風貌から特に有名で地元では頂上が一部平らになっていることから神の悲しきと呼ばれる2002年の秋にノルウェー国定山岳に指定されたイギリス人クライマーのウィリアムシースリンズグビーは私が今まで見た中で一番不格好だと言いい 頂上に登らなかった。スウェーデンとの国境近くには、最高地点が、標高1500メートルにもなる、キッチェイエグや氷河がある。国立保護区も数カ所ある。例えば、河口岩の山々が迫るフィヨルドの奥には、マンフィヨルドボトゥン保護区という手付け数の森が広がる。スウェーデン国境と6.3キロメートルしか離れて、いないヘレムフィヨルドの奥にも、風光明媚なハイキングコースがある。 ラガジョベレイジという深い洞窟もある。ノルウェー北部では珍しく、しだれ看板が自生している。海面から姿を現したシャチ冬。フィヨルドには、世界でも指折りのニシンの大群がやってきて、それをオうクジラやシャチも到来する。これを見ようと遠くからやってくる観光客もいるが、それほど多くはない。2008年からは、ニシンやシャチの数が少なくなった。ネズミいるか。 ロブスター、オジロワシ、カラス、カワウソ、ヘラジカなども見られる。フィオルド沿岸部はホエールウォッチングの地として知られるが、バードウォッチングも盛んである。大規模な海鳥の繁殖地こそないものの、極アジサシやアジサシなどが繁殖するラムンホールメムは自然保護区に指定されている。気候は温暖で、チョップスビクの都市平均気温は摂氏4.2度。 年間降水量は1080ミ、mm、リメートルである。夏は快適だが、長雨にたたられることもある。6月の1日の平均気温は、摂氏10.9度、7月は、摂氏13.3度、8月は、摂氏12.5度。統計上は11月17日から3月30日までの4ヶ月、ちょっと平均気温が、氷点下を下回り、中でも1月は低。 摂氏二点七度と寒くなる。雨が最も降る月は十月で平均百五十四ミリメートル。対して五月は平均五十四ミリメートルしか降らない。毎年五月下旬から六月中旬まで白夜、十二月上旬から一月中旬まで極夜となる。オーロラは冬と晩秋によく見られる。ボグネスとロディンゲンを結ぶフェリースカルバルネットフェリーハーバー、ティュスフィオールは 欧州道路 E6 号線で唯一の海上道路区間でボグネスシャルベルゲト間にフェリーが運行されている。また E10 号線が通るボグネスとロディンゲンの間も海上道路である。またフィヨルド南岸のドラーグと北岸のチョップスビクの間にもフェリーがある。このフェリーが悪天候などで運行中止になるとノルウェーの交通網は分断される。 スウェーデンを経由するルートもあるが、かなりの遠回りになる。最寄りの空港は、エベネスにあるナルビク空港。ありがとうございます。